はい、トワイライト連邦共和国 Vlog です。前回はプレスリリースの、書き言葉についてお話しましたが、今日は主に話し言葉について喋、ろうと思います。話し言葉は、まあ、記者発表会とかね、まあそういった時に、まあプロに頼んで、まあ、PR 会社とかがやる場合は、まあ大体そのプロのアナウンサーを頼んだりしますので、まあほぼほぼ問題はないです、ちゃんとした原稿になってますので問題はありませんが、自分たちでやる場合ですね、会社がもう完全に主催して仕切りをして、でその MC って言いますか、司会って言いますか、それも会社の人間が、まあ、主に広報担当者がして、で、登壇する、まあ、いろんな発表事をするのは、まあ、その事業の責任者であったりとか、あるいは、その会社の社長であったりとかいう人が、こう、出てきて登壇して、いろいろ喋るわけですけども、その、まあ、司会とかね、MC とか言われている人が、大体一番最初に、その、概略、概要を、まあ、話したりしますよね。話して、また、登壇する人の紹介をしたりとか、いろいろしますけども、大体そこでね、聞いてて首をかしげるようなケースが多いですよ。で、それについて話そうと思います。で、一番多いのは、いわゆる、さ入れ言葉。何でもかんでもさを入れると丁寧に聞こえるというふうな、まあ、バイト敬語の一種かもしれませんね。これもですね、口語の世界では、さほど、私は違和感あります。個人的には違和感ありますが、まあ、若い人の中ではそんなに違和感がないのかもしれません。何々させていただく。させていただくはまあいいとしても、明らかに、さを入れることによって、もう動詞の活用がおかしくなっちゃってるパターンもたまに見受けられますが、まあ、そこまでひどいのはないにしても、まあ、させていただくっていうのは、まあ、謙譲語ではありますけども、やたらめったらさせていただくばっかりを、使う司会者がいますよね。プロのアナウンサーは絶対そんなこと言いませんが、会社の広報担当者が MC をする場合はたまに見受けられます。要はその自分の会社がこんなことをやりますよっていうことで、こんなような、施策を、しますと、あるいはこんな製品を世に出しますというふうなことを言うために、記者発表会というのは開くわけですが、こういう製品を出させていただく、こんな施策をさせていただく、まあ、いいんですよ、話し言葉としてはいいんですけども、自分の会社がするのに自分の会社の人間が紹介するわけなので、へりくだってこう謙譲語的にね、何々させていただく、させていただく、させていただくって、まあ言うのはいいんですけども、気持ちとしてはね、わかるんですけども、だけどあんまりそればっかり言っちゃうと全然謙譲の意味合いなくなりますしね、単なる口癖としか思えませんし、ちょっと違和感を感じます。記者会見なんかで言うと、よくね、まあ悪い例で出していいのかどうかわかりませんけど、私が個人的に思うのは、東京都知事、小池さんの、記者会見を見てますと、まあさせていただくが多いので、すごく違和感があります。都知事が都知事の権限に基づいて、喋るのに、その都民に対してね、敬意を払って自分がへりくだってさせていただくっていう風に言うのはいいですけど、それはもう文脈一回でいいんですよね。こういう風なことをさせていただきます、以下こういうことですっていう風にバンバンバンと言い切っちゃった方がいいのに、それを言わなくて、もう一時が万事させていただくっていう風に言うとですね、なんか責任ないのかなというふうに思えちゃうっていう弊害もあります。もちろん企業がやる場合には、
別に都知事の会見ではないので、そういうことではないですけども、だけど、聞いてる方としては、非常に、年代にもよりますよ。聞いてる記者さんの年代にもよりますけども、私の年代ですと違和感の方が多いです。あまりにさせていただくことが多いとね、違和感があります。それは文脈中一回でいいと思います。自信がないのかなっていうふうな印象を受けたりもします。はい。で、あとやっぱり多いのは、いわゆるバイト敬語の中でも、何々になりますっていう言い方、言い回し。これもですね、口語の世界では特に違和感はないんだと思います。まあ、バイト敬語とは言われてますけども、何々になりますっていうのは、そんなに口語の世界では、話し言葉の世界では、さほど違和感はないんだと思いますが、それも、ああいう公式なね、こう記者に向けて発表する記者発表会の場で、それを多用しちゃうとですね、やっぱり違和感が残る。ちょっと頭に引っかかるような気がいたします。ので、使っちゃダメだということではないですが、例えば何らかの新製品をね、こう出すときに、そこでローンチするとかね、ロールアウトするとかいうケースの場合で、そこで、大々的にこう、ね、うやうやしく幕をかぶせてあって、それを取ってね、こう新製品を紹介するとか発表するとかいう、そういう演出のあるときなんか、こちらになりますとか、それはいい、その程度はいいと思うんですけどね。だけど何でもかんでも、こちらが新製品になります。こちらが新技術になります。こちらが新発売の何なんという商品になります。何でもかんでもなりますっていうふうに言ってるケースもあります。それは1回、2回ぐらいだったらいいですけど、もう一時が万事全部なります、なります。さっきの、させていただきます。ね。させていただくと一緒ですけど、同じ語尾ばっかり繰り返してると、聞いてる方も嫌になっちゃいますね。だからやっぱり原稿を書いて、その自分自身がいつもそういうふうに言ってるから、そういう発表会になっちゃうっていうケースは多々あると思うんですが、やはりちゃんと原稿を書いて、その原稿を第三者に、仮に社内でやるにしてもですよ。にしても、誰かに見てもらう。一番いいのはね、親しくしてる記者さんがいれば、その記者さんに原稿を見てもらうっていうのは一番いいんだと思いますけども、あとは PR 会社とかに投げてる場合は、そんなことはあり得ないので、そこで満足する原稿が出来上がるので任せておいて大丈夫ですけど、自分たちでやるケースっていうのは、やはり原稿は誰かに見てもらった方が、いいと思いますね。はい。じゃないと、いいこと言ってても、例えばそれが、こう、映像として記録されてる、テレビ局が来るケースと来ないケースとありますが、テレビ局じゃないにしてもね、最近はウェブメディアにしても、結構録画してるんですよ。小型のハンディカメラでね。で、それは、もちろん記録用として、後で記事を書くときに、見直すときに記録用として、小型のハンディカムで撮ってるケースっていうのもありますけども、本当にいい、発表の内容だったら、そこを映像として使おうって思ってるメディアもいるんですよね。なんでかというと、インターネットのメディアっていうのは、文章だけではなくて、写真はもちろんですけども、動画だって埋め込み、することができますよね。で、埋め込みができるのであれば、使うか使わないかは別として、一応撮っておく。特に芸能人とかが来る場合はそうですね。なんかハプニングがあるかもしれないし、なんか面白い発言があるかもしれないので、とりあえず撮っておく。使う使わないは別として。だけど、肝心の新製品とかのね、発表であっても、本当にいいものであれば、そこの動画が使われるかもしれないわけですよね。だけど、その時に何々させていただく、させていただく、させていただくばっかり言ってて、
言ってるとですね、聞いてる方が、違和感を覚えますから、記者が違和感を覚えるはもうその部分は使われませんので、それもやっぱりもったいないですよね。不利ですよね。せっかくいいものを発表しているのにもかかわらず、発表する方の言葉遣いが、あまりにも、こう、まあ、文法的に誤りではないですけども、誤りとは言い切れませんけども、まあ、古典的な文法、古典的なっていうのは古文という意味ではなくて、厳格な文法上、ちょっと変っていう風な、またまさに今受け入れられている途中のような、まあ、そういう言葉を多用するっていうのはどうなのかなっていう風に、思います。よく、言葉はねやっぱり生き物だっていう風に言われますので、まあ前回お話ししたら抜き言葉ですとかね、たりを二回ちゃんと重ねなくて一回しか言わないとか、今回お話しました、させていただくとかね、再入れ言葉ですとか、あとはバイト敬語でありますとか、まあこういったのも、長い言語の歴史の中では、それが、なんて言うんでしょうかね、正当な文法に、変化していくっていうこともあるわけですね。だから日本語も国語の授業で古文と現代文と二つやるわけですよね。古文っていうのはまさに昔の文法なわけでしょ。歴史的仮名遣いだったりとか、活用だってね、五段活用でなくて四段活用だったり、上一段活用ね、下一段活用じゃなくて下二段活用とか出てくるわけじゃないですか。活用だって変わってるわけですね、昔と今とでは。だから今使ってるバイト敬語が将来、正当な日本語になる可能性もあるわけですよ、文法上ね。ラヌキ言葉が許容今されつつありますけども、ラヌキ言葉っていうのが、正規な表現として、こう、日本語の文法上問題ないというふうになることもあるかもしれません。それが、まあ、言葉は生き物だっていうふうに言われているゆえんなんですけども、だそれはそれでいいんだと思いますけどね。ただ今現在それが国語の文法上、受け入れられるか受け入れられないか、許容されるかされないかっていう問題になった時には、まあそんなリスクを犯すんであれば許容される正規の表現にした方が有利じゃないかなというふうに、思います。結構だからそういった面では他のね会社の、プレスリリースっていうのも、まあどんな新製品があるのかな、例えばライバルのね会社がどんな新製品があるのかなっていうふうなこう意味合いで見る方がほとんどだと思いますけども、まあそれだけではなくて、どういう文章を書いてるのかなっていうのを、見ていただくのもですね勉強になると思いますし。またなかなか他の会社のこう記者発表会に、違う会社の広報担当者が出席して一部始終を見るっていうことはできないと思いますけども、例えば仲のいいね記者さんがいてね、そのウェブ系だと思いますけど、ウェブ系の記者さんが仮にその、内容をね録画してるんであれば、ちょっとその一部を見せてもらったり、あるいは貸してもらったりしてね。で、どんな風な喋りをしているのかっていうのを、見せてもらうと、まあ、かなり、勉強になるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、自社で全部、記者発表会をやるというような会社の広報さんであれば、まあ、そういったところは、今のね、まあ、在宅ワークとか、要は会社でひっきりなしにいろんなところからのね、こう問い合わせに応じて、もうてんてこまいだというふうな企業は別ですけども、まあそうじゃない方で、まあ比較的家で、ゆっくり時間を使えるっていう方は、まあこういう時期に、いろんな会社のそのプレスリリースっていうのをですね、見て、いいところはいいところでね、
受け入れればいいと思いますし、ここまでんじゃないかなっていうふうに思うときには、ぜひですね、中学校の、国語の教科書、特に文法の教科書をですね、まあ、あれば引っ張り出してきて、なければ、売ってるのかな、そういう本は。はい、売ってると思いますので、こう文法の本を、見ながらですね、なんたって日本語はね、品詞 10個もありますからね、10品詞もありますので、それも単語ごとに全部ばらしていって、それを文法的に、その、分類しなさいとかいうテストじゃないので、そんなことする必要はないので、要は読んで、口に出して読んで、違和感があるかないかっていうとこだけなので、違和感があれば、どっかその前後おかしいのかもしれませんし、指示代名詞がもう、ありすぎてね、何が何を指してるのかさっぱりわかんないとかね、まあ、たまにそういうのもありますので、それはまあ適度なところで、ちゃんとこういう名詞を出すなりですよ。繰り返すなりをこうやらないと、何が何でも指示代名詞で全部やってしまうと、もう最後の方になると何言ってるのかさっぱりわかんないっていう風なね、お尻滅裂なものがあったり、理解不能なものがあったりとかいろいろしますので、そういったのもひっくるめて、勉強するといいんじゃないかなというふうに、思いました。はい。こんな感じで、まあ、たまに会社の、プレスリリースの添削っていう、仕事もあるのでやりますけども、まあまあ、いろんな突っ込みどころ満載なパターンが多いので、ぜひ、勉強してみてください。ということで、2回にわたって、まあ、プレスリリースと、あと、記者発表会ですね。記者発表会の、話し言葉。まあ、主にその、なんか、出てくる頻度の多い文法についてお話ししました。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。